どうもこんにちは、こんばんは、白王子優也です。パワープロ2020やっていきたいと思います。皆さんぜひともお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。ということでですね、本日の動画は新しいモードをやっていこうと思います。今回やるモードはですね、こちらでございます。パワーフェスですね。はい、ということでどういうこと今の、今の流れ全然自分でも全く把握できておりませんでした。はい、申し訳ございません。はい、今回ですね、こちらのパワープロ2020パワーフェスモードをですね、初見プレイでやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。こちらのパワーフェスはですね、トーナメント方式で、開催される、ビッグイベント。パワープロをやってる方はもうね、おなじみのあのキャラ、サクセスキャラたちがですね、集うという、ビッグイベント開催目指せ頂点とね、書かれております。はい、そのまま読みました。今回はこちらのパワーフェスをね、やっていきたいと思いますので、皆さんぜひともお付き合いよろしくお願いいたします。とりあえず今作ですね、一旦まずはクリアを目指して、クリアするまでちょっとやめられないというところで、クリア目指して動画投稿やっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。一つ皆さんに聞いてほしいことがございます。私ですね、最初に言っておく、俺はかなり弱いということでございます。はい、私パワープロですね、2018年以来の操作になるんですけども、今までですね、パワープロは本当に栄冠ナインをメイン、もうプレイをしない、もう自分で操作をしないというね、ことばかりしてきたので、全くパワープロ操作がですね、もう久しぶりでございます。今までプロスピの操作ばっかりっていうところもあったので、久しぶりのパワープロ操作で不安があるので、もうかなり弱いというところでございますので、皆さんそちらも踏まえてね、ご視聴いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。クリアがいつになるのかというところでね、心配なんですけど、まずはシャープ1やっていきましょう。パワーフェス、さあ、パワーフェス用アイテムスケスケゴーグルもらいましたと、ありがとうございます。では行こう。今作初見プレイパワーフェス、どんな感じになってるんだろう。ん、PTV ライブ配信、しばらくお待ちください。はい、しばらくお待ち。お、ココロちゃんや。前作ね、あのパワープロ2018で出てきたココロちゃん、まあ裏ボスでしたね、結局ココロちゃんは。今作はココロちゃんが最後裏ボスのところで仲間になってくれるのかな。クイーンココロとしてるんかな。まあクイーンココロとしてでは出ないか。松森さんもね、前作裏ボスのところで普通の松森さんで出てきてくれましたからね。さあ、今年は今作は誰が闇落ちをするのかというところですね。ギリシャ、ギリシャ、ギリシャといえば皆さん何でしょうね。ギリシャといえば青と白いや、それは国旗やわ。うん、頼むぜ。世界を巡る野球大会、パワフルフェスティバルワールドフライト、空を飛んでいくぜ。ということで、お、始まりましたね。このように全くやっておりません。選手図鑑も何もありません。はい、もう本当に初見プレイでございますので、今作めちゃくちゃ多いね、262人。多分、前作よりもキャラクターも増えてるかと思いますので、そちらもちょっと楽しみながらやっていこうかなと思います。では行こう。いや大丈夫かな、本当に全く操作してこなかったけど大丈夫か。あ、一応ルーキーのお守りもあるんですね。ルーキーのお守りとノーマル、そして達人。ですね、ちょっと皆さんここで、お伝えしたいことがございます。今までノーマルでやってたんですけども、今作ですね、めちゃくちゃ本当に久しぶりなんで、パワープロやるのがちょっと申し訳ないのですが、ルーキーでやらせてください。はい、経験点低いんですが、とりあえずパワーフェスまずはクリア、そしてキャラ集めをね、ちょっとサクセスキャラの集めをちょっと優先していきたいなと思うので、今作ね、ちょっとルーキーでとりあえずやらせていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、甘えんなよって感じなんですがね、お許しをお願いいたします。名前はですね、フランスはヘロニモっていうなんか名前が出てますが、これでいこうか。もうこのままでなんか外国人選手になってるけどねまあいいでしょう。利き腕右投げ右打ち、なんかフランスは投手って言ったらね、左投げっていうイメージですけど、守備位置どうしようかな。投手でいこうか。もう無難にフォーム、オーバースローも無難にいこう。アピールポイントもそつなくこなしていきましょうか。
もう一番最初なんでね、このままのデフォルトの状態でやっていきたいと思います。さあ、この作品はフィクションであり、実在の個人、団体、事件等には一切関係ありません。皆さん、真似しないように。はい。よくね、アニマルビデオの最初のところに出てきますからね、真似したらダメですよって、はい、違法ですよみたいなね、はい、下ネタもぶっ込んでいく、配信になりますので、皆さんよろしくお願いします、初見さん。ということでやっていきましょう。ここはですね、初めてなので、ちょっとゆっくり見ていこうかな。ということで、パワフルテレビ、コンコン、失礼いたします、ガチャ。お、ということで、あつ森さんですね、ノリレピーいる？今日は一体何の打ち合わせだい？来たね来たね、あつ森ちゃん、スタさん、早く帰ってよ。お、ココロちゃんかわいい。今作ココロちゃん使えるんかな、楽しみやな。アテンションプリーズ、お疲れ様です、あつ森さん。お、響きのちゃんも来てたのか、しかもその CA 衣装、グフフグフフ、やめよう。そうか、ということで、さては今度のパワーフェスの話でね。ピンポーン、大正解。さすが、あつ森ちゃん、わかってるね。イクゾーさんとかもあれなのかな、そのうち裏ボスとかで登場してくるんかな、ノリデさんとかもね。巨大なプロペラで球場ごと空に飛ばして、空の旅をしながらのパワフェス、僕も今からワクワクしてるんだよね、ということで、あつ森さん。そりゃパワテレ上げての一大野球大会だからね。超大型旅客機パワーフェス1はすでに完成して、もう出発を待つばかりさ。目指すはスポーツの祭典発祥の地、ギリシュー。スポーツの聖地に乗り込んでの開催となれば、パワーフェスにも箔がつくってもんだよね。そういや、全世界にパワーフェスを開催を告知した響きのちゃん配信映像、大好評だったみたいじゃないかということでね、もうほぼほぼね、男どもしか見てない映像でございます。はい、察してください。はい、その響きのちゃんがこの衣装ってことは、もしかして僕が大会中に着る衣装も、お、ますます冴えてきたね。いいよいいね、反対になっちゃった。あつ森ちゃん、はい、これが今回のあつ森ちゃんの衣装だよ。これはココロちゃんと お揃いじゃないか。空の旅にぴったりじゃないか。とってもお似合いですよ、あつ森さん、ハート。やめろやめろ、本当にそのイチャイチャ見せるな、それはあかんぜよ。サンキュー、燃えてきてよノリリピー。今回のパワフェスも進行役は任せておいてよ。あ、そのことなんだけど、今回はよそいも新たに公式サポーターを招いて進行を任せることに決まっちゃったんだよね。はい、決めちゃったみたいです。公式サポーター、パワフェスの進行を任せる。完全にロボットみたいになってる。僕の代わりに、まあまあそう心配しないでよ、あつ森ちゃん。試合の直前から実況あたりは引き続きやってもらっちゃうからさ。ということで、実況は相変わらずあつ森さんということでね。コンコン、お、噂をすればなんとやら2人とも急な顔合わせになるけど、よろしくね。さあさあ、カモン。お、ジュリアス初キャラですね。はじめまして、サポーターを務めるジュリアステノーロです。ノリデピー、この度のオファーありがとう。かっこいいね。わ、なんていい声。よかった。そういう感じの人だなと思ってたから、こういう声で喋ってみたけど。ココロちゃん、惚れるんじゃないぞ。やめろ。そちらこそ、鈴のような美しい声だよ。そうか。君があの告知映像の声の持ち主だね。この仕事、君もご一緒してくれるのかな？はい、アナウンサーの響きの心です。やばい、ココロちゃんのハートが持ってかれる。ダメだよダメだよダメよダメダメ、本当にココロちゃんのハートはみんなのものだから、パーフェスの進行をお手伝いさせていただきます。なるほど、これは素晴らしい旅になりそうだ。私のこの喜び伝わるといいんだがね。天使のように美しいお嬢さん。おいおいおい、ナンパしてんぞこいつ。男の敵だこいつは、許さん。そのということで、はいはい、その辺にしておこうか。簡単に紹介しちゃうよ。ジュリアスちゃんはギリシャ出身のオペラ歌手でね。あ、オペラなんだ。そっか、道理でいい声なわけだね。俺がやってるんだけどね、吹き替え。今回のパワーフェスの目的地もギリシャだし、僕にすればうってつけの人選ってわけよ。ノリデピー、挨拶も済んだことだし、私は失礼しましょう。それに美しいお嬢さん心、
これからしばらくの間よろしく頼むよ。カメル、え、何これ、何これ、カリメーラ、何カリメーラって、カリメーラって何、ギリシャ語の挨拶。あ、なるほどね。はい、ジュリアスさん、よろしくお願いします。ココロちゃん、あれじゃない、なんかちょっとかわいそうになってきてるよ。なんか戸惑ってる感じ出てるけど大丈夫これ。ちょっとジュリアスさん、あつもりちゃん、あれが彼のスタイルなんだからさ、あつもりちゃんちょっと守ってあげてよ、ココロちゃんのこと。いい加減ご機嫌直しちゃったよね。何者入りで呼んだゲストなんだし、頼むよ。そう言われたってね、響きのちゃんをナンパしてるみたいだったんじゃないか。そもそもなんであんなやつを呼んだのさ。市場調査で、市場調査かな、音楽フェスに行った時にあの歌声にすっかり魅了されちゃってさ。あれ、行くぞそっち系、行くぞそっち系、これだってひらめいたんだよね。フェスつながりでパワーフェスに呼んじゃったわけか。ノリで決めちゃうのはノリで P らしいよね。まあ今回の旅がギリシャ行きってのもあるけど、彼には開会式で歌声を響かせてもらう予定でさ、ついでにいつもの試合後のニュース番組もどんどん出演してもらっちゃうから、じゃねん。ってことは軽いなノリ P、 ほんとノリで行くタイプのね名前ですからね。はい、今までパワーフェスの進行役といえば僕だったんだけどな、それを明け渡すなんて複雑な気分だよ。ということで、あつ森さんちょっとかわいそうだね。なんか今作あつ森さんかわいそうになってきたな。はい、ということでパワフル高校野球部、タタタタタタ、ガチャ。お、矢部くん、矢部くんもね今作ね、サクセスでボイスが追加されましたので、ちょっとサクセスもなんかもね動画上げていきたいですね。矢部くんのイメージがねちょっと違かったんですけど、あの有名なね、ワンピースのチョッパーさんとか、チョッパーのキャラクターやってるね声優さんですね。あとは、ナルトとかで言うとこのハマルくんとかの声をやってる人が矢部くんの声優さんになりましたね。あとピカチュウか、ピカチュウやってる人、ピカチュウだっけ。フランスはクオン、何をのんびり構えてるでやんすか、とっとと準備するでやんすよってね、こんな感じのと予想してたんですけどね、違いましたね。はい、ということでフランスは、そんなに慌てないでよ矢部くん、パーフェスに個人エントリーするのは分かったけど、なんでそんなに急いでるのさーということでね、名前フランスはですけど、はい、あの日本人です片言ではありませんので皆さんよろしくお願いします。今日がエントリー締め切り日、そして離陸の日なんでやんすよ、世界を巡る旅に脳裏をくれでやんす。そりゃまた急な話だな。ま、世界旅行となれば心も踊るけどね。ちょうど全世界対応のパワーペイがキャッシュバックキャンペーンをしてるでやんすよ、ということで、なんかリアルに近いね、こういうなんか今 LINEPay とか PayPay とかね、めちゃくちゃ流行っておりますから、メルペイとか、これもしっかり今作で生かされてるというところですね、反映されてる。この機会に各地で使いまくるでやんす、パワーペイを使って使って女の子とイチャイチャするでやんす。なんか動機が不純だ、おいおいおい読まれてるぞ矢部くん、フランスにお前の心読まれてるぞ、気をつけろ矢部くん。パワフル高校野球部としてのチーム参戦じゃなく個人エントリーなのも分かってきた気が、ガタガタ言わずに行くでやんす、パワフェス1はもう空港で離陸準備を始めてあるはずでやんすよ、ということで、え、本当に、じゃあ荷物をまとめて早速出発だ、ちょっと待ったでやんす、この別室に眠ってる便利そうなアイテムをカバンに入れて持っていくでやんすよ、うぐふぐぐふぐ。はい、矢部くんのことだから左下見てください。うん、なんかちょっとピンク色の顔してますよね、これエロ本です皆さん。はい、ということで今作もですね、持ち込みアイテムがまあ2つ持ってけますよというとこなんですけども、まあとりあえずはいいかな。うん、とりあえず今回はなしでいきましょう、初見プレイですからね、最初の一番最初というか。お、矢部くんがガンダーロボ持ってきましたね、矢部くんの調子が上がるアイテムというとこですね。はい、うわー、あれがパーフェス1か、球場にいくつもプロペラが合体してるよ、空飛ぶスタジアム本当に実現させたんだね。ガンダーロボに出てきた空中要塞を思い出すでやんす、血がたぎるでやんすよ、ということでそれはよくわかんないけど、あんなの見ちゃったらやる気になるよね。早速エントリーに。お、かわいいかわいいマネージャーちゃんが来たね、栗原舞ちゃん。あれ、そこにいるのってもしかしてフランサーくん、そういう君はもしかして舞ちゃん、え、知り合いだったのフランサー、マジで紹介して俺に、こんなかわいい子いたんだったら矢部くんに取られるでやんすうん、本当に久しぶり、フランサーくんは昔から変わってないね、すぐにわかったよ。あー、そっちこそ全然変わってないやね、積もる話も
はあるんだけど、隣のメガネくんさっきからずっと見つめてきてて大丈夫ということで、お前やべえ、どこ見てんねん、ほんまに目線が下の方に行ってるぞ、下の方というかなんかあの胸のあたりに行ってるぞ、本当にやめろやめろ本当に。わ、やべくん、ほっといてごめんごめん、紹介するよ。この子は俺の幼馴染で栗原舞ちゃん。お、いいね、幼馴染。まさかこんなところで会えると思ってなかったよ。フランスア君にこんな可愛い幼馴染がいるなんて、世の中不幸でやすということでね。ふふ、楽しい人だね。2人とも大会に出場するの？うん、個人エントリーで参加する予定だよ。その前に少し周りを見ながらマネージャー探しをしようかなって思ってね。でも大丈夫なの？もうすぐ参加申し込みが締め切りって聞いたけど、なんで幼馴染の舞ちゃんがこんなところにいるの？本当にすごいな。え、ほんと？まずいよ、矢部くん。俺たちこのままじゃ観客になっちゃうよ。それは大ピンチでやんす。オイラの伝説がこんなところで終わってしまうでやんす。お、決めた。まだマネージャーが見つかってないなら私がマネージャーになってあげるということで、舞ちゃんは何をしに来たんだここに。え、なんか予定あってきたんでしょ？マジでいいの？そんな、あ、待て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 、ちょっと早くなっちゃった。ちょっと見ていこう。参加申し込みの場所も知ってるし、私についてきて。あ、そうなんだ、ありがとう、頼りにしてるよ舞ちゃん。まさに一石二鳥でやんす。おまけに可愛い子ちゃんでやんすから、一石三鳥でやんす。はい、矢部くんは相変わらずやな。あ、ちょっと待って、なんで早送りになってんの、ちょっとやめてよ。資格押してたからかな、資格押されてる状態になってた。ブリッジパーフェクト大会本部って感じで、前夜祭のフィナーレをジュリアスちゃんに飾ってほしいわけよ。どんな歌でいくかはノリに任せるからさ。ノリでくんだけにね。ノリですか。うん、流れに身を任せるのも一興だね。では魂の行くままに、あ、ここまだか、ここあれか、ここジュリアスちゃんだった。うん、流れに身を任せるのも一興だね。では魂の行くままに歌わせていただこうか。ちょっと二人ともそっちで待機してるチャレンジャーズの候補たちのケアが先なんじゃないのか。俺たち本当に出場できるのかな。チャレンジャーズのキャプテンが早く決まればいいんだけど、ということで、あ、ココラちゃんが、大丈夫ですよ、ノリデッピーはちゃんと皆さんのことも考えているはずですから。うん、ノリデッピー、彼らの話しているチャレンジャーとは何のことですか。個人エントリーした選手を集めて選抜チームを作るんだよ。いわば雑草から育った挑戦者たちさ。雑草か。名もなき雑草から大輪の花が咲くこともある、そういう希望に満ちた存在というわけですね。そう、まさにチャレンジャーズはパワーフェスの花、そのキャプテンともなれば大役だからね。でもエントリーもそろそろ締め切りで、コンコン、ガチャ、お邪魔するでやんす。ここが大会本部でやんすね。失礼します、パワーフェスの個人エントリーってまだ受け付けてますか。おっと、ラッキーだよ君たち、ちょうど締め切り時間ぴったりだ、君たちが最後のエントリーだね。本当ですか、よかった。ヒーローは遅れてくるものでやんす。むしろこの結果は当然でやんすよ。参加が決まらず焦るばかりの待機選手たち。そこへ救世主のごとく時間ちょうどに現れた選手。なんと対照的、なんという調和ぶりだ。はい。え、あなたは。彼はジュリアス・テノーロ、今回のパーフェスの公式サポートでね、新進気鋭のオペラ歌手だよ、ということで、君たち興味深いね。遅れてくるものにこそ芳醇な味わいがある、まるで熟したアボカドの果実のように。ノリデピー、先ほど話していたキャプテンの件ですが、彼に任せてみてはいかがです。おいらのことでやんすか、どんな大役でもお任せでやんすよ、ってことでね。はい、あんたじゃないよ。いや、マルズッキーニのようなメガネの君じゃない。誰がマルズッキーニでやんすか。こいつ前からずっと嫌いだったでやんす。君の方だよ。君、名前は？俺ですか。フランサーです。フランサーか。まるでパイプオルガンの調べのように響く、いい名前だ。いい名前か。ちょうどよかった、ちょっと外国人っぽくて。うん、
チャレンジャーズのキャプテンには君がふさわしい。俺がチャレンジャーズのキャプテン？な、何言ってんのジュリアス。そんなこと勝手に。いいね、いいよジュリアスちゃん。こういうのはノリが大事だからね。じゃあ早速他のメンバーとの顔合わせね。本当にノリやな。サポートメンバーたち、フランスはやべ、これから一緒に頑張ろうな。キャプテンがなかなか決まらないからどうなることかと思ったよ。頼んだぞ。あ、一緒に頑張ろうな。お、ココロちゃん、よかった。チャレンジャーズ結成おめでとう。私、パーテル女子アナの響きの心です。前作も言いましたかね。はい、これがあなたたちのユニフォーム、これ着て頑張ってねということで。いや、ココロちゃんがくれるユニフォーム、もうね、やる気がね、パワーがね、100上がりました。はい、パワー100上がりました。乾燥しました。はい、G0 から乾燥しました。パワテレの司法、あの響きの穴がオイラのユニフォームを手渡しで。ちょっと待って、なんか俺の脳内矢部くんと同じこと考えてる気がする俺と矢部くん似た者同士やな。うん、だからこそやっぱこのフランスだとね、矢部くんは合うんだろうねいいよ矢部くん、このユニフォーム気合が入ってるやんす。響きのちゃんの匂いがするでやんすやめろ、ほんとやめろチャレンジャーズの一員として、訓講最新努力させてもらうでやんす。矢部くんは調子いいな。でも確かにこのユニフォーム、チャレンジ精神が湧いてくるよ。これでチャレンジャーズのメンバーも決定、準備も整ったことだし、いよいよ出発しちゃおうか。さあさあみんな、大空の旅の始まりだよ。パーフェクト1はこれより離陸いたします。快適なフライトをお楽しみくださいということで、めちゃくちゃ長々と時間かけてしまったけど大丈夫かな。超長いやん。アフレコだけでもまだあるんかい。まだあるん、すげえなこれ。グラウンド、これ外にボール出たらどうすんの。怒ってくるぜ地上の人たち、ボール上から。怖すぎるだろ。なんだこのスタジアム、すごいな。うわすごい、本当に球場が空を飛んでるよ。あっという間に地上が小さくなっていくでやんす。飛び立つ瞬間のこの景色、何度見ても心躍るね。そして広がる雲海、まるで天使の羽に包まれているようだ。このまま世界中を回って試合をするのか、すごくワクワクしてきたぞ。僕らのテンションもどんどん急上昇だよ。まずは今宵の前夜祭、思いっきり盛り上げていこう。あつ森ということで、やっとですね前夜祭が始まりました。まだ続くね、まだ多分アフレコ続くだろうね。はい、ということで前夜祭会場、 Ladies and Gentlemen、 本日はこのパーフェス1にご登場いただき誠にありがとうございます。今回のパーフェスは空の旅、頭上の星々には負けられない選手たちの華々しい輝きがここにはある。今夜の前夜祭司会はもちろん私、熱森宗敦と響きの心でお送りいたしますということでね、いつも通りでございますね。はい、盛り上がっております。さて、ここからはパーフェス恒例、番組特別チームであるチャレンジャーズの説明に移ります。個人エントリーした選手を集めて作られたチャレンジャーズ、その成長する姿が大会の見どころです。最初はひな鳥のようなこのチームが大きな翼を経て大空に羽ばたけるのか、その活躍から目が離せませんね。パチ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 、ココロちゃんかわいい、ココロちゃんかわいいの拍手ですこれは。はい、そしてこちらも恒例、チャレンジャーズ特別ルール。まずは1つ目、チャレンジャーズはステージを進むごとに相手を選んで挑戦できます。はい、これはまあ前作も一緒ですね。そして2つ目、チャレンジャーズは倒したチームから最大3人の選手を補強できます。これも前作と一緒ですね。さらに今回はチャレンジャーズ以外の一部チームにもルールが適用されます。あ、そうなの。え、高校球児たちのチームが OB の在籍するチームに勝利した場合、その OB を助っ人とすることができるんです。あ、そうなんだ。今までね、あの OB チームと戦うことはできたんですけど、まあ、OB 選手をね獲得することはできなかったんですけど、高校球児たちのチームって書いてあるから、どうなんだろう、高校球児が入ってればって感じなのかな。その OB を助っ人とすることができるんです。これめちゃくちゃ熱いね。OB 選手使えるってなったら結構パーフェスも、まあ、うまく回っていくんじゃないかなって。まあでも OB に勝つのがなかなか難しいところであるんですがね。うん、一番強いチームなんで、
一流選手も多く参加するパワフェス、高校生にとっては自分たちの先輩は因縁の相手であり大きな壁、因縁の対決を乗り越えた若き球児たちにとってこの新ルールは大きなご褒美、パワフェスもさらに盛り上がること確実だ。いいね、なんか今作から新しいのが追加されててやっぱ面白いですね。面白いことやってくれるぜ。こうなるとどの試合も楽しみだよな、ということでね。はい、会場の熱気がすごいな。みんなの期待に応えるためにも頑張らなきゃ。さあ期待も高まってきたところで今回のチャレンジャーズの顔ぶれをご紹介いたしましょう。どうぞ。うわ、突然振られた。どうしよう、何喋ればいいんだ。ここはオイラに任せるでやんす。うわ怖いな、矢部に任せていいことあるんかな、大丈夫かこれ。本当に会場に来てる女の子たちに向けて言う発言で終わるぞこれ。みんなを魅了する劇的なマイクパフォーマンスを見せてやるでやんすよ。あ、矢部くん、ようこそパワーフェス1へ。おいらこそがチャレンジャーズの影の実力者、矢部明夫でやんす。お、なんだなんだ、変なやつが出てきたぞ。ま、多くは語らないでやんす。このオイラが世界にその名を轟かせることでみんなを天にも昇る気分にさせてやるでやんす。わーパチパチ、調子に乗っちゃって、まあどうなっても知らないぞ。さーて、会場もすっかりヒートアップしたところでパーフェス前夜祭もここでお開きと、その前に、お、ざわ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 、会議が始まる。ざわざわ、なんだなんだ、サプライズもあんのか。ということで今回のパワーフェスの公式サポーター、世界が注目する新進気鋭の若手オペラ歌手ジュリアスさんをご紹介いたします。わあ、ジュリアス様、お祭りの皆さんこんばんは。私はオペラ歌手のジュリアステノーロ、大会の公式サポーターとして登場しております。イベントを盛り上げるパフォーマンスや公式番組の司会などさまざまな場所で皆様とお会いする機会があるでしょう。それではまずはお近づきの印にここで一曲披露させていただきます。お聴きください。お、歌ってんね。何歌ってんだろう。君がよだろう。いやいや、おー、すげえ歌声だ。まさか日本国歌を歌うなんて、なんて素敵なテノール、うっとりしちゃう。やっぱもうあれやな、女が持ってかれるぞこのジュリアスに。やべえ、ジュリアスは敵だ。今宵の前夜祭はこれまでです。これから始まるパワーフェスと空の旅、心ゆくまでお楽しみください。アンコールエイ、アンコールエイ。名残は尽きないところですが、本日の前夜祭は今度こそこれでお開き。司会は私熱盛宗敦と、ほら響野ちゃん、すいません、あ、もう心ちゃんが見とれてるやないかい。もうやべ、止めるしかない。ジュリアスを止めよう。響野心でお送りしました。どうわははははということで、心ちゃんがやばいことになってる、持ってかれてる。いやー、響野ちゃんの可愛いとこも見られたし、今日は皆さん得しましたね。明日からもこの調子でどんどん盛り上がっていきましょう。それじゃこれのあれやっちゃおうかん。はい、この空の旅とパーフェクトの成功を祈って皆さんもご一緒に、せーの、あつ森、あれちゃうかったわ、アディオースだったわ。おい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 、本当に頼むぜ、熱盛じゃねえわ本当に。一人だけアディオスって言ってる中で一人だけ熱盛って言ってるやつがいたぞ本当に。頼むぜ。申し訳ありません、私すっかりぼーっとしちゃって。いいのいいの、あれはあれで絵になってたしね、それだけよかったよ。だけど響野ちゃんが仕事中にもやらするなんて珍しいね。どうかしたの。あの、実はジュリアスさんの歌声があまりに素晴らしくて、つい、おっと、私の話かな。ジュリアさん、お疲れ様です。あなたの歌声が素晴らしかったって話。いや、ちょっと待って、これなんか歌声になんか秘められてるやつあるだろう。なんかアニメとかでよくあるよ、これ。催眠術だろ、その歌声。許さんぞ、その催眠。俺が解いてやる、心ちゃん。本当に素敵でした。
レディーに喜んでもらえたらな、光栄だよ。公式サポーターとしての役目、立派に果たせていたかな。はい、もちろんです。観客の皆さんも盛り上がっていましたよ。それは良かった。期待に添えるように力を尽くすよ。応援してくれる君のためにもね。やばいやばい、心ちゃんがどんどん落とされていく。やめろ、熱盛止めるぞ。これは俺らで。おいおい、ジュリアスのやつ、響きのちゃんに近すぎじゃないか。君にはこれを送らせてもらえるかい。感謝の印だ。え、贈り物ですか。この帽子につけているローレルの葉、私にとっては声のおまり、もうお守りのようなものでね。君にも似合うだろうし、ぜひ身につけてほしいんだ。そんな大切なものをいただいていいんですか。ふふ、一枚だけだけどね。ほら、紙に飾ってあげるよ。触るな、紙を触るな、心ちゃんの。おい、この大会に幸あるように。そして君の声のお守りとしてもね。やばいやばいやばい、心ちゃんがどんどん落とされていってる。女の子の顔になっていってるぞ。こっちやばいぞこれ。ありがとうございます。ちょっとそこの二人顔が近いよ。それに声のお守りって言うならその歯僕にもくれないか。ほら、僕も声のお仕事だし。あつ森さん、いいよ、いいタイミングが入ってきた。あつ森アナでしたね。あなたには必要ないんですよ。なんだと。ちょっと扱いに差があるんじゃないのか。おいおいおい、何を騒いじゃってるの。開幕も直前なんだから、ノートラブルでお願いね。分かってるってノリでピー。でもモヤモヤしちゃうんだよな。お、あつ森さんがちょっとなんか嫉妬してる。いいよいいよ、もうジュリアスはゆるさん。前夜祭もジュリアスのやつの方が目立ったし、あつ森これじゃ不完全燃焼だぞ。つもりさんはやっぱね、熱く盛り上げていかないと。パーフェスマン二等客室、いや二等客室もめちゃくちゃ綺麗や。しかもそれ、これ空飛んでるからね、飛行機みたいなもんだからね、すごいよ。プレイヤーズキャビン、いやーまだ開幕前だっていうのにすごい盛り上がり方だったよね。ということで、なんか喋りすぎて喉乾いたので一旦水分補給しましょう。 OK。ちょっと今日の動画あれですね、完全に試合できないですね。ちょっと次回の動画で試合やりましょう。今日はもうなんかもうアフレコ大会みたいになってるけど、あのマイクパフォーマンスには参ったけどさ、テレビ局の望む姿を演じてやるのもスターとしての作法というものでやんす。まあ矢部くんのは結構素の図太さが出てたような気もするけどね。とにかく優勝へ向けて名乗りは上げたでやんす。あとは試合で力を証明するだけでやんすよ。あ、どこまでいけるかわからないけど一緒に頑張ろう。それじゃあおやすみ。最後のなんかおやすみがめっちゃ軽かったけど大丈夫かな。さあ大会1日目パワフルフェスティバルということで、さあいい天気ですね。ご覧ください、この広い青空、雲一つない光景は旅立つ者たちを余さず祝福してくれているようです。いざ空の彼方へ。この静けさはまさにこれから行われる熱い激闘の前兆と言えましょう。大事な開幕戦を飾るのはチャレンジャーズ。我々の期待を一心に背負って世界へ発信、ワールドフライトのスタートです。お、舞ちゃん、舞ちゃん来たね、ありがとう。いよいよ初戦ね。フランサー君、矢部君、みんな練習してきたんだから絶対勝てるわ。よっしゃー、やるぞー。俺たちには勝利のメガネがついてんだ。ちょっと暗いやついたな。みんな、舞ちゃんが来てからすっかりやる気満々だな。おいらだってやる気満々でやんす。弾道はもうすでに4も超えてるでやんす。試合で舞ちゃんにかっこいいところを見せてポイント稼ぎするでやんすよ。矢部くん、やる気の言い方が不純だよ。ほら、フランサー君もキャプテンなんだからしっかりしないと。今までのことをおさらいする時間ならあるわ。そうだね舞ちゃん、フランスアが一番まともだね。このアフレコしてる人はフランスアじゃないんで、白王子ゆうやなんで。はい、白王子ゆうやと矢部くんは本当に不純だわ。よし、早速振り返ってみようということで、ゲーム開始時ボーナスとして能力アップのための経験点がすでに配分されています。試合前に能力アップ画面で成長させましょう。はい、まあピッチャーなので、まあちょ、変化球1球しか持ってないのはちょっとあれやな。何にしようかな。まあ右ピッチャーだからな、ナックルっていうよりも、まあ無難に、どうしようかな、緩急つけていこうかな。まあどういうピッチャーに育てるかっていうのもあるんですけど、まあ無難にカーブとかでいこうか、まずは。
ほんと無難に行こう、まずはね、シンプルに。はい、とりあえずじゃあまあカーブ取得してっていうところですね。はい、まあ、変化球やっぱ1球じゃないとっていうところなので。さあ、お、なんかちょっとパワフェスの画面もちょっとイラストとかが変わってる気がするな。まだちょっとマイチームっていうのを見ていこうか。はい、まあ、自分のデータはこんな感じですね。まあ、これから伸びていくっていう感じなんですが、ヘロニモフランスだということでね。なんかいいね、いいよいいよ、こんな。あ、フランスのあれだね、画面のところがすごいちゃんとパワープロ君になってる。はい、こんな感じですね、モブキャラたちは。矢部くんの能力はこんな感じか。まあ、矢部くんもね、徐々にレベルも上がっていくので、まだレベル1ですけどね、モブキャラとかもレベル上がっていけば決勝戦とかでね強くなっていくので。はい、マネージャーの効果見ていきましょう。舞ちゃんの効果こちらですね。アシスト効果、経験点ボーナス、ご機嫌次第、サポート選手の、成長を助ける。そしてバッターを助けスキルが、まあ、ご機嫌1の時に内野安打丸か、うん、ご機嫌マックスになるとどうなるかっていうところなんですけど、バッターを助けスキル内野安打丸以外にあるのかな、どうなんだろう。ご機嫌マックスでもこんな感じなんですかね、ってぐらいですかね。あとは能力アップで持ち物アイテムリスト、一応矢部くんのやる気マックスのガンダーロボが矢部くんからもらいましたと。でメダルリストっていうのがありますね。あ、すごいね、へえ。暁大付属に勝利したらメダルがもらえると。あ、そういうのもあるんだ。はあ、なるほどなるほど。一番難しいのは何なんでしょうね。うん、ちょっと楽しみだな。 OB とかもあるかな、一番下 OB とか、ね、ちょっと一番下ちょっと見てみこう。何なんだろう、一番下はハテナハテナハテナ。はあ、ガールズチャレンジャーズ、ガールズチャレンジャーズめっちゃやりたいんやけど、絶対女の子しかいないやろ。ここ3つはちょっとねハテナになってるんですが、うん、なんかありますね、効果確認とかもあるね。なんかいろいろ見れそうなので楽しみですね。ちょっと面白そう。なんかいろいろありそうですね。ちょっとまあ楽しそうですね。はい、ということでまあ今日はですね、あの1試合試合をやろうと思ったんですが、ちょっと前夜祭も含めて、アフレコも含めてちょっと長くなってしまって、あと私の声がねもうすでに持たないのでちょっと今回の、動画はここまでにしていきたいと思います。はい、まあ、次回ですね、パワフェス、1回戦からちょっとやっていこうかなと思っておりますので、多分今作も多分決勝終わった後に多分裏ボスが多分あると思うので、まあ、ぜひねちょっと、今後楽しみながら、クリア初クリ目指してねちょっと頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひとも、今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメントいただけたら私の動画のモチベーションにもつながりますのでお手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。概要欄に私のツイッターのリンク、なども載っております、のでぜひよければね、ツイッターフォローもよろしくお願いいたします。さあ次回パワフェス始動でございます。操作はどうなってるかというところでねちょっと頑張っていけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回のパワプロ2020パワフェスモードでお会いしましょう。またな、お疲れ様でした、ありがとうございました。